続きまして2020明治安田生命 J2 リーグ最終順位をお伝えいたします。優勝は得失点の差で徳島ボイです。2位はアビスパ福岡、3位リファーレ高崎、4位は得失点の差でバンコーレ、5位キラバンツ北九州、6位ジュビロ磐田、7位オンゲリオ山形、8位京都サンガ FC、 9位は得失点の差で水戸ホーリーホーケ、10位栃木 SC、 10位アルビレックス新潟、失礼しました、11位アルビレックス新潟、12位得失点の差で東京ヴェルディ、13位松本山雅 FC、 14位ジェフユナイテッド千葉、15位得失点の差で大宮アルディージャ、16位得失点の差で FC 琉球、17位マジアーノ岡山、18位得失点の差でスウェーデン金沢、19位同じく得失点の差で FC 町田ゼルビア、20位ザスパ草津群馬、21位 FAFC、 22位レドパン山口 FC となりました。以上、2020明治安田生命 J2 リーグ最終順位をお伝えいたしました。